慌てるな。何があった？家に押し入られて、女房と息子がまだいるんです。家族を置いてきたのか？戦えるわけない。武士に見えますか？よし、助けてこよう。祭司がおるはずだ。まるで気配がない。外も見るか。干し物が濡れておる。隙をつかれたな。見れだ。誰か殺されたな。ムクロは引きずられ川に捨てられたか。子供のもの。妻子ともに死んだようだ。伝えてやらねば。お侍、どうでした？どちらも死んでおった。無念だ。助けるとおっしゃった。俺も死ぬべきだ。家族を見捨てたんだ。己を責めるな。二人の死を無意にするな。お主も猛虎に抗い、人を救ってやれ。務めます。奴らが死ぬまで俺は動きません。お急ぎください。逃がしてやる。このことは生涯忘れません。さあ早く逃げよう。
ありがとうございます。助かった。道中気をつけよ。ありがとうございました。もう安全だ。酒井様、お達者でいらしたか。純真、まさかお主とここで会うとはな。ご用件を伺いましょう。この地に詳しいか。野営のまとめ役ですので。この地図に心当たりは？食料を届ける者に渡しているもの、流民の野営の場所を記してあります。もしやこれは血？すべてお主が束ねる野営か。有明では同胞が殺し合っていると聞きますが。無実の民が食い物にされ、足立家の女子供も殺された。裏切り者を裁かねば。
有明のかがり火台が記してあります。ここに野営はありませんが、噂では賊に乗っ取られているとか。賊ならば良いのだがな。雅子様がいらっしゃった。お声をかけてあげてください。何か分かったか。お侍様、貞雄はかがり火台におるやもしれません。あれは足立家が有明のため建てたもの。恥すら知らぬ裏切り者め。奴には手の者がおるゆえ、我らのことも知られましょう。いいさ、迫る恐怖に震えながら私の到着を待つがいい。行きましょう。貞雄はなぜ裏切りを。私、カッパをご存知ですか。本当にいるんですよ。なんだと。あの妖怪がなんと若島の集落に姿を見せたそうです。妖怪か人か、調べてみるとしよう。万兵がおります。腰抜けは隠れておるか。貞雄、首を洗って待っておる。誰が相手だ。雅子殿、やつは私の慕う者を全て殺した。だがなぜだ。くだらぬ復讐のためだとでも言うのか。菰田の浜で死ねなかったことを私も悔やんでおります。勝ち目のない戦に自ら身を投じたのは、それがたやすかったから。ではなぜまだ生きておる。守るべき民がおるからです。そして討つべき仇も。貞雄が死んだ今、黒幕は私が生きていて探しておることを耳にするだろう。恐怖に震えていつか尻尾を出す。ご無理は禁物ですぞ。
お主もな。今さら後には引けぬぞ。他の裏切り者は豊玉におる。共に見つけましょう。祈りが通じたようです。道中気をつけよ。
way. の恩人だ。鍵は持ち去られてしまったか。鍵なんて欲しけりゃくれてやる。御作の鎧なんて昔話ですからね。鎧は作り話だと。もちろん。鍵は差し上げますので確かめてみられては。多くの足跡が街道へ。お侍、お助けください。何があった？ケチの集落のことを聞いて馬や薬を届けてやろうと思ったんですが、賊どもに見つかってしまい荷を奪われました。奴らはいずこへ行った？菰田の村がどうのって焼けたはずですがね。行ってみよう。お主はケチまで歩け。合点です。奴らを見つけて叩きのめしてください。菰田の村、ここに賊が。木の家族を殺めた輩。尋常に勝負。殺さないで。私は何もしてないよ。頼むよ、見逃しておくれ。真実を話せ。何を笑っておったのだ。バカな女が春男っていう賊の頭に惚れちまったんだ。米の隠し場所まで漏らしてね。その女はサキか。そう、サキだけど春男と夫婦になるどころか、結局家族を殺され、米を奪われ、しまいには捨てられた。先の家族の敵討ちに参った。消え失せろ。先に確かめなければ。先はどこだ？川に身を投げました。家族が死んだのは自分のせいだと思ったようでして。お主が会った賊にたばかられておったのだ。仇を討ったというのに。それはありがたい。
きっと先も成仏するでしょう。怪我をする前にやめておけ。お侍には見苦しいかもしれませんが、剣の腕を磨かねば、さらわれた娘を助けられません。どこに連れて行かれた？猛虎勢の砲を下ろした戦船に。二隻あるな。兵も大勢乗っていよう。勝ち目はないぞ。小舟と太刀があります。あとは腕の立つお侍がいれば。助けよう。船に乗れ。ありがとうございます。兵の相手は任せろ。どうか娘のことを頼みます。待っておれ、すぐに戻る。おい、あるか。チンハルゴ、マキか。はい。父親が船で待っておる。ついてこい。こんなところまで来てくださるなんて。みんな死んでる。死んで当然だ。参る。ですが、夢を見ているようで。浜に戻るぞ。承知しました。もう安全だぞ。何日も死ぬ思いだった。諦めるな。何日も待たせてすまない。二人とも休め。それからどこかにかくまってもらえ。仰せの通りに。そうします。
これからどこへ行くの？お前は心配しなくていい。ジン、来たか。マサコ殿、裏切り者の所在は聞き出せましたか？聞こうとしても、あの女メソメソと泣きよってな。仕方ありません。責めたくもなるわ。それとも和光殿の魅力で落としてみるか。女は中だ。お待ちを。酒井様。雅子様に殺されてしまいます。目を見ればわかるのです。お主の無事は受け合おう。手を貸してくれるならば。知ってることは全て話しました。八郎が文の運び手ならば、どこかで貞男と会うだろう。うかうかしておったら雅子殿に先を越されるぞ。どうかお助けください。そのためには俺が二人を見つけねば。まずは隠れ家だ。心当たりは？考えてみます。忘れてはならぬぞ。貞男は人を殺したのだ。すぐに戻る。それで？隠れ家を思い出させておるところです。何を見返りに？歩きましょう。声が届かぬ場所までな。貞男を助けると雛に話しました。できぬ約束をしよって。雛の信用を得たかったのです。嘘をついたのだな。救えるならば救いましょう。嘘ではない。失敗したらどう弁明するのだ。貞男の罪は深く、雅子殿の裁きに物申す気はないと。館のあらゆるものが家族が死んだ夜を思い出させる。父の亡き後、私も里から離れました。家は少しの間で朽ちてしまいます。これはもう我が家ではない。身内が殺された忌まわしき血だ。孫は人形を握ったまま、姉が巻いていた金色の帯にくるまって冷たくなっておった。私はもう誰も守れぬ。復讐に囚われた身ではない。あの音楽が懐かしい。なんと。よくここで孫と一緒に曲を奏でたのだ。新しい季節を迎えるたびに。もう二度と聞くことができぬとはな。礼を言う。やめて、来ないで。ヒナ、館へ急げ。おのれ。死角を捕らえるぞ。急げ。辺りを調べよう。足跡があるはず。こっちだ。
なぜヒナが狙われた？サダオから遠ざけるためであろう。すべて筒抜けであったか。我が館に向かう道中で姿を見られたからな。あえて見せたのでは？おとりに使ったのですね。サダオが来ると踏んだのだ。なぜ黙っていたのですか？言えば止めたか。守ると約束したのです。足跡は一人分、刺客は一人で乗り込んだのか。ヒナが死んだ今、生け捕りにせねば。お正変地ベテンテ、誰が相手だ。助けてさせるものか。アツチャサ、これを死んだ。血が止まらない。こんなところで死にたくない。血が止まらない。助けて。八郎、サダオの弟だな。なぜヒナを殺した？逃がそうとしたんだ。だけど兄さんのためにかたくなに動こうとせず、そしたら叫ばれて、だから仕方なく。サダオはどこだ？悪いが、兄さんを裏切るつもりはない。死んではならぬ。あやつの居所を吐け。政子殿。ヒナは無駄死にでした。犯人は我が一族を皆殺しにした者だ。諦めてなるものか。八郎は文を届けていた。もしかすると。何かあったか。補給路の地図です。野営に食料を運んでおったのか。サダオがいずれかに隠れておるやもな。一番近い野営のまとめ役に話を聞け。この地図の意味がわかるはずだ。あなたは？ヒナを埋めてやる。せめともの情けだ。後ほど野営で会おうぞ。そうな城ではないか。この門を開いてはくれぬか。同胞がくたびれ、飯も食えず凍えている。門を開け、助けてやれ。飯をくれる約束だろう。わかるな。入れてやって。助けてくれ。おい、やしてくれ。門を開けろ。門を開けてくれ。Ah!
志村様が探してる。ハーンが城を奪ったらしいね。竜蔵を信じたばかりにみんな図られた。残ってくれたのだな。まあね。褒美についておじ上に話してくれ。志村様なら資格だよ。今でも島を出たいか。私の居場所はないから。お主がおると助かるのだが。志村様がいるだろう。何言ってるのさ。猛虎は兄弟だからな。頼りにしております。志村様によろしく。陣、待っておった。必ずや藩を討ち取り、竜蔵も成敗する。奴らの首を城壁に掲げてくれよ。お前には期待しておるぞ。無論です。捕虜になった時お前の所業を聞かされた。そのやりようは非道で誉れはないと。お救いするため仕方なく。分かっておる。深く感謝はしておるが、その道を歩もうとは思うな。我らは民を導かねばならぬ。まずは島を救おう。武士らしく。ユナの件ですが、私と叔父上を救ってくれました。あやつの望みは無事に本土に渡ること。船を一層やってもよい。我が城を取り戻した暁にな。ありがたく存じます。半時後に立つ。承知しました。話を聞いて回るか。志村様はなんて？お主が城の奪還に手を貸せば本土へ渡してくださるそうだ。そんなの知ったこっちゃないよ。皆の命がかかっておるのだ。お主が武勲を立てれば道は開ける。よいな。さあ酒井、行くぞ。まことの武士だね。絞り取ることしか頭にないんだ。目指すは豊玉だ。やっ、橋は行けぬか。ならば森の古い隠れ道を使おう。行くぞ。叔父上、もっと早くお助けできれば。何を謝ることがあろう。ハーンはどのような男です？一言で申せば切れ者の獣。誇りなど微塵も持っておらん。奴は言葉を学び叔父上を生かした。その狙いは？本土を攻める折の助力を壊れた。褒美は富と権力に女だ。まさか鎌倉を裏切れと？あの侮辱だけでも生かしておけん。時にユナとはどのような女子だ？勇気と忠誠を備え腕も立ちます。
なりわいは野党だと聞いた。いやしい見慣れど義を知る女です。やすやすと心を許すなよ。龍蔵のことを忘れたか。厳しい戦になろう。味方が頼むに足るかを知らねば。私がお支えします。ユナも。かつてこの島は混乱を極めた。そこに秩序をもたらしたのは他でもない我ら武士だ。民に見せねばならぬ。我らが島のために戦えることをな。お前は一度故郷に戻り、殿下の鎧を受け継いではどうだ。私には時期尚早かと。亡き父も喜ぶぞ。この匂い。燃える木とムクロ。消えだものめ。伊豆原の村もここまでではなかった。わしに逃げられた腹いせということか。残る畑を守らねば来たる冬は乗り越えられぬ。どうにかせねば。猛虎ども。騎兵がいます。押し通れ。ておったはず。風さあ。かがり火台は敵の手に。再び火を灯し、ハーンに見せつけてくれる。民も喜びます。島中のかがり火台をすべて取り戻す。
何用で参った。猛虎の大軍が来てるよ。火薬も持ってる。逆手に取ってやろう。弓を構えて。切り捨てろ。皆殺しだ。大義を分かってくれたか。私はこの島を出る。タカも一緒に。まだ住んではおらん。参るぞ。かがり火隊の火を灯し、金田の木の勝利は始まりに過ぎんと猛虎に示す。ハーメン、待っておるがいい。てくれたのだな。見事な足止めであったぞ。当然の行いさ、志村様。お主のような武人が多くおればいいのだがな。その目を開かなけりゃ見つけるのは大変だろうけど。申したいことはそれだけか。我らはかがり火台に参らねばならん。槍川には兵が大勢いる。壁が抜かれてなけりゃね。かつて槍川家の反乱を収めた。わしは恨まれておる。知ってる。あそこで育ったから。だから盗みがうまいのだな。ユナはとても口の立つ女です。助力するよう説き伏せられましょう。よろしい。酒井と共に兵を集めろ。さすれば本土への船を調達してやる。弟も一緒に。元槍川で待っておれ。恩に切るよ。ハーンに見えるでしょうか。見えるとも。志村の城を取り戻しましょう。そして猛虎を撃つ。誇りある武士らしく。里に戻り、殿下の鎧を手に入れ、槍川を味方につけよう。わしは将軍様に援軍を請う。いかに下文を送るのです。わしの尻人を頼らねばならんな。産麦谷におる五郎という名の船乗りだ。では私が探しましょう。ならばわしは宿営で待っておる。離れることになるが、くれぐれも用心しろ。必ず生きて戻れ。酒井様、牢に捕虜がおりました。僧兵のようで、お話をしたいと。僧兵だと承知した。いい日和です。酒井様、おかげで命拾いいたしました。そうだと聞いたが。杉寺です。菰田の剣を耳にし、猛虎と戦うべく馳せ参じました。しかしこの地で会えなくも。なるほど。何があった。不意打ちに遭い、生け捕りにされ、
土牢に押し込まれました。飯もなく、一寸先も見えぬほどの暗闇で、まずジョーゴンが連れ出され、あやつの怒号が聞こえました。ほどなくして悲鳴に変わり、そして人が焼ける匂いが。その後、奴らはついに私の兄炎上を。炎上、守り手の。そのような最後たけきそうだったが。良き兄でした。お主は？ノリオと申します。この牢におりました。6人が入るかという大きさ。いいえ、10人以上いました。少し歩こう。見せたいものがある。豊玉からの旅路どうであった？口寺は無事です。赤島の楠氏の村も産木谷も猛虎に抗っていると聞きます。ここでよい。敵は何千にも及びます。志村殿が戻った今、我らは勝ったも同然。戦に加わらぬか？杉寺の僧たちならばおそらく一日で召集できます。加勢により皆で猛虎を海へ押し合ってやりましょう。亡くなった兄君や僧兵皆の仇を取るぞ。仇討ちではなく平和のために戦います。